ニュースをご覧の皆さん、えー、こんにちは。ウクライナ研究会会長の岡部義彦です、えー。今日はですね、視点を変えてですね、まあ、ロシアとかウクライナでもないところからお話をさせていただきます。えー、ただですね、これはぜひ日本人には知ってほしい、えー、そして忘れてほしくない、えー、歴史ですので、最後までお付き合いをいただければと思います。実はあの、6月の頭にですね、えー、大学の仕事でモンゴルに出張をしてきました。 実はあの、私のですね、大学の教え子が今、モンゴルの学校で日本語の先生をしておりまして、ちょっとあの、これから、教育の関係のですね、仕事を一緒にしようかという話になって、行ってまいりました。モンゴルですね、なかなかあの、雄大で壮大なんですけども、これを見ていただいてもわかる通りですね、これは草原にそびえ立つ、チンギスハン像なんですが、これチンギスさんが馬に乗ってる像なんですね、それ縦紙の部分に、 がちょうど登れるようになって、展望台になってまして、まあ、あの、写真を夕方とかに撮りますとかなり映える写真が撮れますので、もしあの、モンゴルお越しの方はぜひここのご訪問もおすすめをしたいというふうに思うんですが、まあ、モンゴルと言いますと、まあ、チンギさん。まあ、一方でですね、今はですね、非常に話題なのは、え、ドラマのビバンという、 えー、まあ、スパイもの,の、えー、あるいは、サスペンスというんですかね、えー、の、えー、ドラマが日本でも、えー、流行っております。えー、それ、まあ、私もですね、実はそれはあの、6月ぐらい行った時はあまり情報がなかったんですね。 あの、ちょっとミステリアスなどもマーケティングだったようで、ええー、まだそ、モンゴルが舞台になるドラマがあるらしいというぐらいしか分かってなかったんですけども、まあ、あの、モンゴルのですね、空港に登場した私の写真をぜひご紹介したんですけど、偶然もリアルビバンカっていうような、モンゴルの復興を着てですね、えー、空港に到着をしたわけなんですけども、なんかスナイパーが到着したみたいな、えー、写真ですけども、まあ、あの、行かせていただきました。えー、せ、到着してですね、すぐにえ伺ったところというのが、モンゴル抑留中、日本人死亡 これはあの、第二次世界大戦後、えー、中国の東北部、えー、満州にいたですね、日本兵の方がシベリアに抑留されて、えーまあ、少なくとも55万人。えー、そしてその、えー、少なからずの方、5万人近い方がですね、えー、お亡くなりになったということはご存知の方も、えー、多いと思うんですね。ただ実はですね、これモンゴルにも、えー、抑留をされておりまして、あまり知られておりません。 モンゴルにはどうやらですね、1万から1万2000人近い人が抑留されて、えー、少なくとも1600人近い方がお亡くなりになったんじゃないかな、というふうに言われています。あのー、毎年、えー、今年もそうだったんですけども、8月23日にはですね、千鳥ヶ淵のですね、えー、慰霊碑でですね、いつもシベリア・モンゴル抑留犠牲者追悼の集いというのが行われております。どうして8月23日なのかこれはですね、実はスターリンが、 日本兵の抑留を命じた日だからなんですね。この日に行われています。だからシベリア抑留だけではないんですね。シベリア、モンゴル抑留。 ですえー、ただですね、まあ、あの、このシベリア抑留もそうなんですけども、モンゴル抑留についてはですね、いろんな悲劇もありまして、これは実は、あの、現地の、えー、モンゴル、あるいはソ連当局にですね、協力した日本人の方、えー、これ戦後裁判にまで発展するんですが、その人たちがですね、自分たちの条件を上げるために、他の一般の日本人抑留者に、えー、過酷な扱いをしたと。 自分たちがですね、当局に、ソ連当局にノルマを達成できるというふうに言って、過酷な労働をさせてですね、日本兵ですよ。できなかった人は、気、えー、に縛り付けて外に放置するというような事件もありまして、これ、暁に祈る事件として知られています。暁に祈るというのは、この人たちがですね、一日中夜ですね、 寒いモンゴルの地で木に縛り付けられて、朝、投死してお亡くなりになって、こう、うなだれてるところがですね、こう、登ってくる太陽ですね、祈ってるように見えたからだというふうにも言われております。現地も過酷でしたし、まあ日本の抑留者、とってもお互いに過酷だった抑留なんですけど、実はですね、そのモンゴルのそのウランバートルでですね、この日本人抑留者が、 働かされてた場所っていうのはですね、保存されてるんですね。これは今はですね、実は遊園地になってます。あの、以前はこれ知られてなくて、これは実はあの、フランバートル中心のですね、えー、オペラハウスですとか、えー、あるいは政府の建物の多くはですね、この石切り場から切り出された石によって、日本兵によって作られたものなんですね。でその石切り場というのは長年忘れられてですね、遊園地になってたんですよ。で、このですね、遊園地をですね、えー、実はあの、 責任者となった方がおられまして、これはあのウルジーさんう、まあ、現実はウルジーさんと呼ばれてまして、えー、ウルジー・トグトフさんというんですが、この方がですね、実は偶然ここの遊園地の責任者になった時、それまではまさかここでそんな日本人が過酷な目に遭ってたというのは知らなかったんですけど、それを知りまして、自分のお金を使ってですね、えー、ゲルを 1> 1個設けましてこの,あのモンゴル抑留者の、えー、日本人の,こうあの追悼するあるいはその日本人のですね実際の生活なんかをですね展示する忘れないための博物館っていうのを作った。 ですね。え、それは私はそこに今回行かせていただきまして、まあ、あの中にですね、あの写真なんかも展示がされておりました。このウルジーさんはですね、もちろん歴史家でも、え、ないわけなんですけども、え、モンゴルのですね、公文書館にですね、行きまして、え、実際資料をですね、集めていきたりとか、え、写真なんかも集めておりまして、例えばこの、え、とある建設された、え、ちょっとあの、映りは悪いんですけど、建物ですね、この、ちょっと写りは悪いんですが、ここにですね、このあの日本人の、え、抑留者なんかがこう、あの、休憩してる写真なんか、この建設中にです、ね 残されたりしておりましてそれぞれ収支も行っております。 ま、これあの、もしかすると今日のこの動画を見て初めてこのモンゴルに抑留されてた日本兵がいたということを知った方もいるかもしれませんし、まあ、あの、知ってたとしてもその実態詳しく知らなかったという方もおられるかもしれませんが、実はその日本でもあまり知られていないモンゴルでの日本兵の抑留についてですね、ウルジーさんのようにですね、このえモンゴルの方が今記録に残そうとしていると。これは非常にですね、私は日本人として現地で感動しましたし、頭の下がるえ思いでした。 え、以前私はですね、この入速でですね、えー、シベリア抑留で、北極圏のですね、ノリリスクというところで、1953年に、えー、ソ連当局に対する放棄が起こって、 それは、放棄を起こしたのは、ウクライナ人の収容者であって、そこに同じく収容されてた日本人の抑留者が共に戦ったというお話をご紹介をいたしました。なかなかですね、重要な歴史というのが、今まで知られていなかった、忘れられていた側面もあるんではないかなというふうに思います。このモンゴル抑留者、モンゴルの日本人抑留者についてもですね、これからどんどん私も理解を深めていきたいというふうに思いますし、皆さんにも知っていただきたいと思います思って、今日はご紹介をさせていただいております。 モンゴルにもし行かれる機会がありましたらですね、ぜひこのウルジーさんの、えー、日本人抑留者の博物館をお寄りいただきまして、そして日本人が過酷な労働をしたですね、この意識に場を見ながらですね、えー、手を合わせていただければというふうに思っております。えー、ニュースをご覧の皆様、えー、本日もありがとうございました。引き続きご覧をいただければというふうに思います。